はい、足立です。今日も一日のんのんミーター外してワクワクだらけでいきましょう。肩が痛い。よし、いきますか。今日の名言いってみますか。いいですか。つぶらや英二、つぶらやプロですね。ウルトラマンを撮ったつぶらやプロのつぶらやさんですよね。ね、いいですか。他人からできますかと聞かれたら、とりあえずできますと答えちゃうんだよ。その後で頭が痛くなるぐらい考え抜けば大抵のことはできてしまうものなんだ。これいいよね。もう俺がいつも言ってることでしょね。他人からできますかと答えたら、とりあえずできますと答えちゃうんだよ。その後で頭が痛くなるくらい考え抜けば大抵のことはできてしまうものなんだ。できます、大丈夫です、まず言って、即答で言って、食い気味に言って、できますできますって言って、大事、それ大事、それ大事。これもういつも言ってるよね。なんかオファーをした時に、ちょっと待ってくれて、検討しますとか、ちょっと自分でできるかどうか少し計算してみ、時間的な余裕がなんとかどうか考えてみます、2日待ってくださいとか、そんなやつはもうダメ。そんなやつにチャンスは巡ってこない。できますか、即答できます。それでできなくたっていいんだって。できます、そして最善尽くしてみよう。そしてうまくいかなかったら、それは許してもらえるって。精一杯頑張ったことが伝われば、そして次のチャンスがまたやってくる。その前に今のこのチャンスを逃さずに済むじゃん。できますか、できます、これは大事だよ。まあ俺ももう人生でいろんなやつと付き合ってきたけど、ダメなやつの典型的なパターンやっぱりそうだよ。なんか言うと、ちょっと待ってくださいみたいなこと言うやつだよ。検討しますんでみたいな、ちょっと一回もう一回言って相談しますんで、そんなこと言ってるやつにチャンスは来ない、成功は訪れない。できますか、できます、なんとかなる、誰かが助けてくれる、うまくいかなくったって認めてもらえる、次のチャンスがやってくる。できますかっつって、うん、ちょっと検討します、ちょっとすいません、やっぱりできませんとか言わずには、二度と声がかからないから、それが大事だよ、それが大事だよ。から元気でいい、勢いだけでもいいからできます言おうよ。ノーはないよ、オファーはイエスだよ、すべてね。そして、ね、もう一個、ここの同じページに2個で言ってるから、これも言っとこうか。土井さん、土井英二さん、著述家、まあいいか、いい。まず今いる場所、過去会社でとことん勉強することです。安い給料でも構いません、雑用でも構いません、その仕事を極めるのです。本物の成功を手にしたければ、まずは今いる会社で自分の価値を高めた方が将来的には得なのです。これもいいこと言った。まず今いる場所、かっこ会社、かっこ閉じで、とことん勉強することです。安い給料でも構いません、雑用でも構いません、その仕事を極めるのです。本物の成功を手にしたければ、まず今いる会社で自分の価値を高めた方が将来的には得なのです。まさにそうだよ。もう多くのダメな人が、本当にこれでいいんですか、私ちょっと向いてないかもしれません、ちょっとできるかどうか自信がないです、ちょっと次のことをやってみたいと思います、今回ちょっと途中まで頑張ってるんですけれども、なんか私に向いてない気がしたんで次を探してみたいと思います。そんなこと言ってるからダメなんで、まず一回やり遂げてみろよ、一回やり遂げてみろよ。やり遂げもしねえくせに、次から次と目が移って、次のやっぱりいいみたいな、もっと美味しい話があるとか言ってるやつがダメなんだ。もうほんとそういうやつ多いよ。一回やり遂げてみせろよ。その経験が次につながる、やり遂げたことが次につながる。やり遂げないで次から次へとこう居場所を変えるやつ、そういうやつは成功するわけがない。なんかちょっと違うな、この仕事違うなって気づいても、まずは成し遂げてみるよ、その仕事を一回。そしたら学びがある、次がある、絶対に。この話も昔したけど、その昔に秋元康先輩に俺が言われたんだよ、放送作家。俺が、秋元さんもまだ放送作家やられてて、俺はなんかバリバリ駆け出したところだよ。その時に、あたちお前なと、放送作家を一回極めろと、いろいろ大変なこともあるんだけど、まずは極めろと、そしたら次が簡単にやってくるって話をしたんだよ、あの人。まあなるほどと思って、あの人曰くね、だからこう放送作家っていう木を、こう放送作家っていう木を秋元さんだいぶ トップまで登ったから、例えば次の作詞家っていう木に飛び移るときに、こう
次の作詞家っていう木がここに入ってて、ここに飛び移るときに放送作家の木をてっぺんまで登ったから、よしジャンプって言っても、ちょっと落ち、重力にちょっと重力が落ちたから、もうこの辺にしがみつけるわけだ。それまで作詞家っていう木を登ればいいわけだ。でもこれも放送作家の木を登りきってもいないくせに、やっぱり俺作詞家かもしれませんとか言って作詞家の木に行こうと思ったら、もうボトッと落ちるしかねえんだよ。これでまたゼロから登るしかねえんだよ。でも放送作家の木をなんか違うなと思っても、とりあえずてっぺんまで登っとこうかって登れば、次の木に作詞でも何でもいいよ、次の木に飛び移りたいときにバサバサってこの辺から始められるんだよ。こっからじゃなくて、それが大事だよ。死の子の家で一回極めてみろよ、やり遂げてみろよ。中途半端に途中で投げ出し癖をつけるなっつんだよ。本当に多くの人が中途半端に途中で投げ出す、なんか私に向いてないかもしれません、本当は違うような気がしてきました、バカがつな、まずやってみせろっつんだ一回。その中途半端な生き方が人生の全てに反映されるよ。人生の全てが中途半端になるよ。間違ってたかもしんねえけど、一回やり遂げてみようよ、それが大事だってね、と思ってます。やりてるよ一回。死のほど文句言わず、もしかしたら違うかもしんねえとか思う前に、まず一回やり遂げろ。そしたら次が見えてくるね、と思ってます。頑張っていきましょう。成し遂げろ今。辛いかもしれないけど成し遂げろ。私でした。